K リーグで現在、全北現代と熾烈な首位争いを繰り広げている山現代がアジアクラブチーム対抗戦で浦和レッズとミニ日韓戦に臨んだ。19日午後、井山は埼玉スタジアム2002で行われた浦和との AFC チャンピオンズリーグ2019の16強一次戦で逆転勝利を収めた。 H 組の組別リーグでも川崎フロンターレを相手に一生一分けを記録していた井山は、J リーグチームとの戦いで強さを見せ、自信をつけている。